ペラン・トーレスガルシアは、スペイン・バレンシア県ホイオス出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・シティ・ FC 所属。ポジションはフォワード。2006年、6歳の時に、バレンシア CF のユースチームに入団すると、2016年10月15日、バレンシア CAF、メスタージャから、西軍ダ・ディビシオン B デビューを果たした。2017年11月30日、 コパデルレイのレアルサラゴサ戦でトップチームデビューを果たした。12月16日、SDA バル戦でプリメーラディビシオンデビューを果たした。2018年4月3日、バレンシアとの契約を2021年まで延長し、契約解除金は1億ユーロに設定された。2020年8月4日、マンチェスターシティ FC に移籍し、5年契約を締結した。 背番号は2019から20シーズンで退団した、ダビド・シルバが着用していた21番。2021年5月14日、第36節のニューカッスル・ユナイテッド戦で、クラブ史上3番目に若い若さで、ハットトリックを達成した。スペイン代表として、各年代でプレーし、2017年には UEFA、U-17 欧州選手権に出場し、優勝に貢献した。 2017FIFAU-17 ワールドカップにも出場しに得点を記録した。2020年11月17日 UEFA ネーションズリーグのドイツ代表戦でハットトリックを達成し6から0での大賞に貢献した。ドイツ代表を相手にハットトリックを達成した初めてのスペイン代表選手となった。2021年ユーロ2020 決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦では1ゴールを決め、準々決勝進出に貢献した。ありがとうございます。